はい。おはようございます。ミスターマメさん。いつも動画ありがとうございます。今日は2つのことをね、アウトプットさせていただいて、参考にしていただければと思います。その前にですね、私今帽子かぶってますね。これなんで帽子かぶってるかなということなんですけども、実はね、私まだこちらのね、脱臼した手の方が自由に動かないんですよ。まあ、ほとんど大丈夫なんですけども、あの、こう、ヘアスタイルをね、作れないんですよ。片手しか動かないんで。まあ、ですんで、人に会うこともないんで、もうあの、この手が動くまではね、 帽子をかぶって頭ぐちゃぐちゃなのをごまかそうかなと思っております。<laughs> まあそんな形でございますね。で、えー、今日2つのアウトプットっていうのは、まず1つ目ですけども、えっと、朝早く起きて、あの集中作業をするっていうことをね、えー、前回お伝えしたと思いますけども、これね、あくまでも私がね、やってる例なんですよ。で、私はね、朝早く起きて何でもやればいいとも思ってないんですよ。私はたまたまこう寝てるじゃないですか。パッと起きると、あれは4時か5時かみたいな感じなんで、自然に起きるんでやってるんですよね。 で私の考えの中に初速が最大速って言葉が考えがあるんですよ。一番最初に最もスピードが出ると。 うん、まあ車でもね最初にエンジンかけるときが一番こうエンジンルームに負荷がかかるというふうに言われて安定走行したらあんまり負担がかからないからガソリンの消費は少ないんですよとかね蛍光灯もそうですよね蛍光灯とかあのんですかね電気もつけるときにものすごくねバンとエネルギーが入るんですけども突き出したらもう安定走行なんですよあんまり消費しないんですよね電力ってそういうふうな動きがあるらしいんですけども、まあ、それに習うわけではないんですけども人間の行動っていうのもやるぞって決めた時は一番エネルギーが高いと思うんですよ。 ですよね。何かをやろうと思った時に一番最初の日ってむちゃくちゃ気合いが入るんだけども慣れてくるとだんだんねペースが遅くなるんですよだからそれを私は分かってるんでもう一番最初に一番やりたいこと大事なことをやろうかなっていつも決めてるんですよねそうなると朝起きた時に「よし今日も始まったか」みたいな時が一番エネルギーが高まってるんでその時にドバッとやっておいてでお日様がまあ太陽がね えー、高く上がった時お昼ぐらいになったらそこそこ一日が安定するんでエネルギーが分散してゆる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 っていうふうになるんかなと思いますでここで何が言いたいかっていうとすす一番自分があーもう自発的にですねエネルギーが高まった時にやった方がいいんではないかなと思うんで人によってはですねもう睡眠に入るギリギリの時間最後の30分が一番、あのー、この追い込みにいいんだって方は そうだと思いますしね夏休みのの宿題も最終日の方が乗るんだったら最最終日日ががいいいいと思いますす私は最初の日の方がなんか乗るんですよそういった形でね、初速が最大速っていうものが私には当てはまってるんで、一日のスタートも一番最初にいろんなね、えー、やるべきことをやった方が一番いいアウトプットができるなと思って動画をね、これ一本目の動画です、今日。どう今日の動画一本目です。こういうふうにやらせていただいております。で、あと二つ目なんですけど、二つ目はね、YouTube のチャンネル登録者数を 圧倒的に増やすす方法なんですよこれはしかしね、ちょっとめんどくさいです。めんどくさいけども増えます。えー、まあ私の経験上ということになります。チャンネル登録者数があこの度9000人を超えたわけなんですけども、まあ名目上ね、8500人なんですけども、超えたんですけども、なんでこれができたかってことなんですよ。私はこれね、戦略的にやってるんですよ、実は。というのが、今まで YouTube チャンネルに、私のチャンネルにやってない新しいシリーズをやるんですよ。新しいシリーズね。例えば私、あの、こう、 この度ね、チャンネル数を1000人以上増やしたカテゴリーがあるんですけども、それでね、1ヶ月に1000人増やしたのは、あの車なんですよ。ナイトライダーなんですよ、特に。車の中でもトランザム。トランザムの中でもナイト2000っていうのに絞り込んでやったんですよ。で、絞り込んでやるのと同時にですよ。同時に、ここからがミソです。同時に、同じ YouTube チャンネルを運営してる人のところに行って、チャンネル登録して、コメント書きまくるんですよ。ね。コメントを毎回毎回書くんですよ。そうするとね、 他の方もコメント書いてるんですよ。他の方がコメントを書くと。コメントを書く人って他の人がどんなコメント書いてるのか気になるんですよ。特に、コメントを書いた人ってのは僕はね、いつもね、1番ぐらいに書くんですよ。アップロードされたらすぐ書くんですよ。まあそれは難しい方もいると思いますけどね。なんでそれをするかっていうと、えコメントを書いて2番手3番手の人って、わー2番手か惜しかったな、3番手か惜しかったなと思うんですよ。誰が1番書いてるんだとかね、誰が2番書いてるんだって気になるんですよ。5枚以内に書いた人って。そうなると、あれ この久保哲郎って人、また一話に書いてるなってなんですよ。この人どんなあのチャンネル運営してるのか、ね、要するにコメント書くってことはチャンネルじゃない？youtube チャンネルを持ってるってことなんですよね？で、コメントには私はね。私も。 トランザムを持っってててますす年式ですって書いてそのの前置きを込みででであ,あ,あなたの車素晴らしいですすねねって書くんですよ、ね、そうすると、コメントを書いた人は車を持ってなかったりするんですけども、え、この人もトランザン持ってんのしかも、え、83年式え、最近買ったのみたいな感じなんですよ。え、ないと2 0 0 0よみたいなことでね、気づくんですよ。それで私のチャンネルの方に来るんですよね。こういうふうに、人の動画アップロードに乗っかって、こっちに持ってくるってことを私は積極的にやるんですよ。 わけですよね、毎日動画をアップロードしてそして動画をアップロードするのと同時に他の人のチャンネルに行ってコメント書いてるみたいなことをやるんですよね、まあ、そういうふうにして誘導していくと場合によってはツイッターをフォローしてツイッターからこっちに引っこ抜いてくることもあります、まあ、そういうふうにしているところを一部なんですけど一部即下塾のカリキュラムとしてですねもう今すでに2ヶ月やってるんですよいや私がやってるんじゃないですよ 今お話したのは私がやってる例です。これを緩くして本人にも分からないようにやったのがミスターマイアミさんを中心とする YouTube のファンクラブといいますか即果塾の中で YouTube やってる人交流生まれてますよね。お互いにチャンネル登録してるでしょ。お互いにコメント書いてるでしょ。ほら、これなんですよ。ね、YouTube をやって私の動画こうキャッチボールをしていくとこういうふうなカリキュラムがいつの間にか進んでるのが即果塾なんですよね。 さあどうですかこれを応用して Mr. マイアミさんも他の YouTube チャンネルを運営してる方もね ぜひね、今度は、そっか塾内部だけではなくて、そっか塾の外の方に、同じようなことをやってる人いないかなって探して、そこにコメントを書く。コメントを書いて、コメントが凡事徹底されれば、自分のコメントが目立ってきて、そのコメントから誘導された人が、自分のチャンネルのファンになるっていうね、この動線をしっかりと覚えておいてください。ただ、手間がかかりそうでしょ。手間がかかるんですよ。だから、無理しないでくださいね。無理しないでくださいね。今、私が手間がかからないように、いつの間にかわざわざやらなくても、 チャンネル登録が増えたり、再生数が増えたり、そっか、時間の熟成さん同士で交流が生まれるようにやってるのは、カリキュラムの一番最初の第1話なんですよ。第2話はすでに他の人に対してこれをやっていきましょうってことなんで、結構手間かかりますよ。でも、ここの差がね、大きいです、すごく。チャンネル登録者数が1000人の単位で作れるか。1万人の単位、1万人は私も作ったことがないんで、10万人とかね、それはちょっと私は言いませんけども、ただね、数人しか増えない、数十人しか増えないっていうフェーズから、一気にね、 数百人数千人増やそうと思ったら今私がお話した第2章の方法が必要になってくるんですよね是非ね参考にしてみてくださいそれではまた別の動画で会いましょう